それでは薬学部行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら、合計13もあるんですね。ただちょっとこれ全部やってるとですね、時間がなくなってしまって、皆さんご覧いただけないので、その1番から7番下線部説明と内容1、これを行ってみたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。それではまずはここの説明の指示、そしてこちらの記述ですね。ひとまずこの部分だけ一読をお願いいたします。さみさん、第一段落でございます。下線部こちらですからね、これに関する問いの一番検討をお願いします。さみさん、下線部先頭ですが、人々が駆り立てられてますよね。さみさん、主語は人々でございますので、まずこのタイミングでいくつか選択肢削れそうですね。そうすると、まず選択肢の3番、主語が科学者になっております。そして選択肢の4番は皆さん、ヒューマンビーングスということですけど、皆さん、全人類になっちゃってますね。ですから、まずは3番、4番、×。例えば皆さん、下線部の後半でございますが、皆さん、closer ということですから、近づこうとしてますよね。で、皆さん、何にということ、皆さん、it でございますが、皆さん、これは下線部の直前ですね。で、もちろんそれは概念。それに近づこうとしてるわけですから、次に明らかなのは皆さん、選択肢の5番のこの long journey。長旅をしている場合じゃございません。で、皆さん、残った選択肢の1番か2番かですが、皆さん、まずは選択肢の1番。皆さん、真ん中に develop ということでございます。開発する、発展させるんですが、皆さん、これは下線部の次の文章中、このあたりに書いてますよね。ですが、皆さん、目的語を確認すると、選択肢の1番の this idea、目的語が違ってますよね。となってくると、皆さん、選択肢の2番、confirm it、それを確認すると。皆さん、it でしっかり受けておりますので、なんか良さげですね。で、皆さん、主語も選択肢の2番、people。で、皆さん、その人々が、皆さん、be eager to、熱心にうにゃうにゃする。だと皆さん、それを確認しよう、確かめようと熱心に取り組んできた様子が伺えます。ですから、まさに皆さん、closer、近づこうとしている様子が伺えますね。で、皆さん、確認しようとした結果、皆さん、このあたり、uncovered、明らかになったと書いてますね。もちろん cover、覆いを編んで否定しますので、カバーを外す。で、カバーを外すイメージが明らかになる。ですから、確認しよう、確かめようとして頑張ってきた結果、皆さん、こういうことが分かりました。話の流れもバッチリ。ですから、正解は2番ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第2段落でございます。こちら、下線部でございますので、問いの2番、検討をお願いします。さあ、皆さん、まず下線部の左側ですが、親のうにゃうにゃと書いてますね。で、皆さん、下線部の右側読んでみると、赤ちゃんのお部屋があったかいかどうか、ensure。確かめる。それは親のうにゃうにゃ。これで選択肢選ぼうと思ったらいけそうですね。そして皆さん、続いてこのあたりですね。お風呂のお湯が大丈夫なのかどうか。で、皆さん、文末もヒントかと思います。熱いよ、触らないで。という状況が親の選択肢の1番。アンティスペーションですから、期待とか予期。で、選択肢の2番は、オブザベーション。観察。で、選択肢の3番は、予約。で、選択肢の4番は、権利。で、選択肢の5番は、役割。ときたら、選択肢の5番の役割ですよね。親が自分の赤ちゃんに対して起こしている行動。これこそまさに親の役割ですね。ですから正解は5番ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。まずは下線部こちら。トネ3番でございますので、検討をお願いします。さあ、エンバディでございますので、これもそのまま直球でいけそうですね。うにゃうにゃを具体化する。具現化するという意味でしたね。で、皆さんそれで選択肢の1番。コンバインですから結びつける。で、選択肢の2番は拡大する。で、選択肢3番はピュリファイス。もちろんピュアにするわけですから純粋にする。浄化するんですね。で、選択肢4番は表す。で、選択肢5番は維持する。で、この並びだったら皆さん4番ですよね。具現化するとか具体化する。ということは皆さん具体的に表すことでございます。ですから正解は4番でよろしいかと思います。さあ、続いてこちらでございます。その4番、検討をお願いします。さあ、皆さん、これも absurd、馬鹿げた。皆さん、これで選択肢いけそうですよね。で、選択肢の1番、lucrative、儲かる。どうせ皆さん、この儲かるをですね、ご存じない方、そこそこいらっしゃるかと思います。ですが、これ皆さん、次に的中する可能性は十分秘めておりますので、できれば覚えておいた方がよろしいかと思います。で、選択肢の2番、preferable、好ましい。で、選択肢の3番、ridiculous、馬鹿げた。なんかいけそうですね。で、選択肢4番、sourcing。これはちょっとさすがに試験中わかんないかと思います。ですから一旦保留。で、選択肢の5番、understandable。理解できる。となってくると皆さん、選択肢4番、ちょっと不明なまんま。一か八かで選択肢の3番。
で、保留にしている選択肢は、これはさすがに覚える必要性はないですからね。元気づけれという意味ですが、試験中分からなくてもあまり気にしない。自信を持って3番を選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、続いての段落でございます。下線部こちらですからね。問いの5番の検討をお願いします。すみません、この下線部バッフリングですが、ちょっとさすがにこれは初耳だなーっていう方は非常に多いかと思います。まあ、つまり意味がわかんない。で、ちなみに選択肢の1番であれば、アサテーニング、確かめる。で、選択肢の2番は、ビブルドリング、困惑する、当惑するんですね。で、選択肢の3番は、快適な。で、選択肢4番は、同封する。で、選択肢の5番は、理にかなっている。どうする皆さん、このあたりを和訳した後、この下線部の前後ですね。どっかに言い換えあるかなと思って探し出していったかと思います。で、そうすると皆さんが選んだ選択肢、ここと言い換え可能ではなかろうか。そんな感じがしませんか？結論を下すことがなかなか難しいんですね。まあ、いやいや結論づけると。なんかこう、納得できない様子が伺えますね。デビさん、結論づけることが難しいような状況。まあ、皆さんの周りに何かあるかどうかでございますが。まあ、例えば、慶応を受かった人が一人いらっしゃいます。で、英語の勉強は例えば単語集一冊だけ。ですから、慶応合格の要因は単語集だ。まあ、そうかもしれませんが、単語集一冊だけで慶応を受かるか。まあ、なかなか結論付けがたいなーって感じになるかと思います。で、そういう選択肢が皆さんこれ見つかってますよね。で、選択肢1番もう一回いきますが、確かめる。これ皆さんもう結論が出ておりますので、わざわざ確かめる必要性はないですね。で、選択肢の2番すっ飛ばして3番。結論付ける気持ちにならないわけですから、快適とは言えなさそうですね。で、選択肢4番、これはもう同封でございますので、全く違いますね。で、選択肢の5番、理にかなっている。いやー、単語集1冊だけでは理にかなってなさそうですね。となってくると選択肢の2番、当惑、困惑。まあ確かに結論付けがたい。納得できない状況になったら、人は困惑するはずでございますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。それでは続いての段落でございます。今度は内容1問題ですからね。問いの6番の検討をお願いします。それでは説明の指示を読んでいただきますと、Useful Thermometers。で、その話を皆さん、ここに書いてますよね。ですから、説明の指示と合致するところはこれでございますので、まずはこの文章中に注目。で、その中に、例えば選択肢の1番。まあ、5番までそうなんですが、皆さん、真ん中だけ皆さん、単語違ってますよね。で、それを踏まえて、1番はウェイトですから、重さ。皆さん、重さの話はしてますかね。で、それがあったら選択肢1番正解ですからね。で、続いて選択肢の2番。ボリュームということですから、皆さん、容積とか容量。で、選択肢3番は、フルイディティ。流動性。で、選択肢4番はモビリティですから移動性ですね。で、選択肢の5番はリアクティビティ。まあ、リアクトということですから反応性。で、それは皆さんこの文章中に書いてあるかどうか。で、おそらく皆さんはこの表現ですね。もしくはこのあたり。ここの言い換えを見つけたんではないでしょうか。拡大、狭い。と言われたら選択肢の2番のボリューム。容積とか容量の話ですよね。ですからこれはもう一発で2番が正解ということでよろしいかと思います。それでは続いて問いの7番でございます。下線部こちらですからね。検討をお願いします。すみません、この下線部そのものも皆さん初めて見る方が多いかと思います。ですが、皆さんこれ下線部の右はこのあたりヒントにしたんではないでしょうか。そうです。下線部の左側の文章中に皆さんこれ言い換えられそうですよね。では、皆さんこの between the two fixed points の左側が設問箇所なんですから、直前の two fixed temperatures。こちらの左側。ちょうど前側に受動体になってますからね。ですから、おそらくマークとの言い換えが答えになってくるだろう。まあ、そういうふうに判断ができるかと思います。例えば、マークですが、皆さん、印をつけるんですね。でじゃあ、皆さん、印をつけると言ってそうな選択肢はどれなのか。まずは1番、アグリー。まあ、これは同意するですよね。で、選択肢の2番、すっ飛ばして3番。デベロップですから、開発発展。で、選択肢4番は、暴露する。で、選択肢5番は、眺める。となってくると皆さん2番が良さげですよね。もし選択肢の2番が分からなければ、まあ思い切ってですね、2番を正解にする感じになるかと思います。で、皆さん、ありがたいことに選択肢の2番のこの真ん中、デジグネイトの真ん中、サインと書いてますよね。そうです。サインと言われたら署名する。印をつけることでございます。ですからこちらのマーク、印をつけるとデジグネイト。言い換え可能でございますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。